濁川は山梨県甲府市を流れる川で笛吹川の支流である。水質の良い河川が多い山梨県にあって生活排水を主な水源とする得意な存在であり、以前は名前のごとく水質汚染のひどい河川であったが、近年の下水道整備等により徐々にではあるが水質の改善が進んでいる。水源部である甲府市街地付近は 現在ではほとんど暗渠となっている。藤川水系に属し、長さは1 2 6トル。甲府市街地の生活排水及び、雨水を排出する水路が直接の源流であり、市街地より東方へ流れ、藤川、高倉川など小規模河川を合流した後、甲府市坂織付近で流路を南に変える。その後、笛吹市方面より流れる平等川と、平行並走して流れ、 甲府盆地南部で笛吹川に合流する。濁川の河川名は古く、江戸時代後期の河営2年に作成された甲府絵図にも、その名が見られる。長期間にわたり生活排水等が流され、ヘドロや悪臭が発生し、近隣住民にとって汚い河川の代名詞であったが、昭和中高期から平成にかけ、流域市街区域で下水道整備が進んだ結果、現在では、 淡水魚の放流や浸水公園が併設されるなど、水質は大幅に改善された。しかしながら三四水面を誇る山梨県の河川の中では、今も、なお水質を抱くワースト河川である。また、現存はしないが、橋姫伝説にまつわる国玉の大橋は、かつて同河川にかかっていた橋梁であり、現在の上東大橋と、国里橋の中間に存在した。 現流域の甲府市若松町付近現在、山梨県環境科学研究所及び甲府土木事務所により水質浄化モデル実験地区に指定され、様々な取り組みが行われている。具体的には、カゴマットと呼ばれる小石を詰めた網状のマットを水辺に設置。カセも蛇行させ、動植物に多様な生息の場を提供し、同時に石を置くことによって多孔質な空間ができ、 そこに生息する微生物により、有機質を除去させたり、水生植物等によって、窒素、リンなどの有機物を捕捉させている。上東大橋株式会社国書館公開、ふるさとの思い出写真集、明治大正賞は、付百144から145ページ賞は53年11月30日、発行現地にある案内板より、過失作成山梨県森林環境部隊機、 水質保全化。水に住む生物でわかる。山梨の川平成21年度。PDFP10 より抜粋、川の上に立つ家。激しく老朽化。まだ残っているんだ。元住民びっくり。読売新聞。2021年8月5日閲覧。ありがとうございます。